はい、どうもこんにちは、こんばんは、しぱです。今回は YouTube のモデレーターとは何なのか、実際の役割や設定方法について解説します。実際に YouTube で活動していたり、配信者さんのライブ配信に遊びに行っていると、モデレーターという言葉を聞いたことがあると思いますが、これは一体何なのかわからないと悩んでいませんか？この動画を確認すると、モデレーターとは何なのか、何人までなれるのか、お金はもらえるのか、実際の役割は何なのか、 PC やスマホでのモデレーターの設定方法、モデレーターの解除方法、これらのことについて知ることができますし、個人的なモデレーターに対する意見についても話しているので、これからモデレーターを指名したい人やモデレーターになる人はチェックしてみてください。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まず最初に YouTube のモデレーターとは何なのか簡単に解説すると、ライブ配信をするときに配信主をサポートしてくれる協力者のことを言います。具体的な役割はこの後解説しますが、モデレーターに指定されると、ライブ配信時にコメントしたらユーザー名が青色に変化してスパナマークもつくので、他のコメントと比べても一目で見分けることができるくらい目立つようになります。そのため配信者さんによっては、コメント欄でも絡むほど仲のいい配信者さんをモデレーターに指定し、チャット欄で絡まれた時にすぐに分かるようにしている人もいますね。ちなみにモデレーターは何人まで設定できるのか気になる人もいると思いますが、基本的に人数に上限はなく、モデレーターになるには何かしらの条件があるわけでもないので、設定を行う配信者さんがモデレーターに指定したら誰でもなることが可能です。ただモデレーターはそれなりの権限を与えることになりますし、数が多すぎると管理も大変になってきます。またモデレーターは基本的にボランティアになるので、モデレーターになってもお金はもらえません。なのでモデレーターを指定するのであれば、毎回ライブ配信に来てくれて信頼できる視聴者さんや、見返りがなくても配信のお手伝いをしたいと考えている視聴者さん、同じように YouTube で活動している信頼できる仲間というような人をモデレーターに設定するのがおすすめです。ただモデレーターは必ず必要というわけではないので、状況に応じてモデレーターを指定するかしないかを決めるといいでしょう。次にモデレーターの役割について解説していきますが、生配信や動画のコメント管理、生配信時のチャット欄でお知らせなどのサポート、基本的にこの2つがモデレーターの役割となりますね。まずは生配信や動画のコメント管理についてですが、モデレーターに指名されると他の人のコメントを削除できる、300秒間コメントができないタイムアウトの状態にできる、アカウント自体をブロックしてコメントを非表示にできる、これらの権限を使用することができるようになります。基本的に動画のコメント管理は投稿主が自分で行えるので、生配信のチャット欄におけるコメントの管理がメインになりますが、YouTube で配信していると嵐や誹謗中傷などのコメントが来る場合があります。それを放置しているとチャット欄がさらに荒れてしまったり、善良な視聴者さんが離れていってしまうので、コメント削除やタイムアウト、ブロックなどの対応をする必要があるんですよね。ただ状況によっては何らかの作業をしているとき、例えばゲーム配信してて戦闘中で手が離せない状況のときに、そのようなコメントが来ると対応が非常に難しいですし、配信に集中できなかったり、配信自体を一時停止して対応しないといけない場合もあります。そんなときにモデレーターの人が不適切なコメントを削除したり、コメントを連投する人をタイムアウトにしたり、悪質な人をブロックしてくれると配信者としては非常に助かるので、このような役割を担っていますね。しかし、どういうコメントが削除対象なのか、タイムアウト対象なのか、ブロック対象なのかが、配信者とモデレーターの間でしっかりと共有できていないと問題が起きる可能性もあるので注意してください。ちなみにコメント削除やタイムアウト、ブロックのやり方を解説しておくと、生配信のチャット欄で対応した方がいいコメントを見つけたら、コメント横の3点マークをクリックして削除やユーザーをタイムアウトにする、このチャンネルのユーザーを表示しないという項目から対処してください。次に生配信時のチャット欄でお知らせなどのサポートをすることについてですが、例えば後から配信を見に来た視聴者さんの場合、タイトルや説明欄に配信でやることを記載していても見ていなかったり、やることが分かりにくいこともあって、今何をやっているんですかみたいなコメントをすることが多く、何度も何度も違う人に答えてあげないといけないような場面があります。そのような何度も同じ質問に答えないといけない時に、今の状況を定期的にコメントするのはもちろん、チャンネル登録や評価のアナウンスを定期的に行うなどの配信のサポートをする役割がありますね。どのようなことを定期コメントとして投稿するのか、投稿するタイミングはいつなのか、配信者とモデレーターの間でしっかりと共有しておかないと、チャット欄がおかしなことになってしまうので注意してください。
ここまでモデレーターの役割について解説しましたが、モデレーターは本当に必要なのかということについてちょっと話していこうと思います。あくまで一個人の意見として聞いてほしいのですが、自分はこのチャンネルやしばチャンネルというゲーム実況チャンネルを運営しており、生配信も行っていますが、両方ともモデレーターを指定しておりません。なんで指定していないのか、結論から言ってしまうと、モデレーターを指定することで変な使命感や責任感が出てしまって配信を楽しめなくなる可能性があるからということと、モデレーターに批判が集まる可能性があるからということがあるので、モデレーターを指定していません。冒頭でもモデレーターを設定するのであれば、毎回ライブ配信に来てくれる信頼できる視聴者さんや、見返りがなくても配信のお手伝いをしたいと考えている視聴者さん、同じように YouTube で活動している信頼できる仲間といった人をモデレーターに設定するのがおすすめと言いました。まあほとんどの場合は視聴者さんがモデレーターになるのですが、いくら自分からモデレーターをやりたいと言ってくれたとしても、あくまでボランティアです。月日が経ってくると熱量が下がってくる可能性もありますし、学校や仕事、日々の生活ももちろんあります。そんな時に自分が配信を行ったという通知を見たら、モデレーターになる前まではお、配信やるんか、見に行こうみたいな感じで楽しみにしていたのが、モデレーターだから行かなきゃいけないというように、使命感や責任感で行かないといけないと思ってしまう可能性があるんです。もちろんうまく折り合いをつけてモデレーターをやっている人もいると思いますが、少なからずそういう負担を強いる可能性があるというのは十分予想できますし、もっと単純に配信が楽しみだから見に行きたいと思って欲しかったので、モデレーターは指定していません。あとはモデレーターに批判が集まる可能性があるということですが、誹謗中傷とも言えない微妙なコメントが来た時に、それをモデレーターが対処してしまうと、なんで自分のコメントを削除するんだよというように反感を買ってしまう可能性があり、配信内では大丈夫でも配信外のところで対処したモデレーターに対して批判が集まってしまう場合もあります。もちろん配信者とモデレーターの間でしっかりと情報共有を行って、どういうコメントは削除するとかのルールを決めているのであれば大丈夫だと思いますが、人間一人一人考え方が違うので、配信者は OK だと思っていてもモデレーターから見たら NG ということもありますよね。別に自分がどうこう言われるのは問題ないんですが、自分以外の人でそのようなトラブルに巻き込まれてしまったら本当に申し訳ないと思ってしまいますし、自分ではどうしようもできないので、それならモデレーターを指名しないでいいやと思った感じです。チャンネル規模がそこまで大きくなくて、配信内容や言動に注意しておけば、悪質なコメントはたまーに来るくらいなので、よっぽどなことがない限りはモデレーターを指名する必要はないと自分は思います。またナイトボットというツールを使うと、お知らせなどの定期コメントをしてくれるので、モデレーターのような役割をさせることもできますし、 YouTube 側で NG ワードの設定ができるようになっているので、誹謗中傷のようなコメントにも十分対応可能です。ちなみに説明欄にナイトボットを使って配信時に定期コメントさせる方法や、 YouTube で NG ワードの設定を行う方法を解説した動画やブログのリンクを記載しているので、やり方が気になる人はチェックしてみてください。いろいろ確認した上でモデレーターを設定したい人もいると思うので、やり方を解説しておきますが、動画のコメント欄から設定する方法、生配信のチャット欄から設定する方法、設定の項目から追加する方法という3つの方法があります。ちなみにモデレーターに指名するとスパナマークがつきますが、設定したらすぐに反映される場合もあったり、数日経ってから反映される場合もあるので覚えておいてください。まずは動画のコメント欄から設定する方法についてですが、 YouTube スタジオの画面左側にあるコメントをクリックすると、動画に投稿されたコメントを確認することができます。実際にモデレーターにしたい人を見つけたら、縦3点マークの操作メニューをクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、このユーザーをコメント管理者として追加をクリックすることでモデレーターに指定することができます。もしもモデレーターを解除したい場合は、同じやり方で解除することが可能です。次に生配信のチャット欄から設定する方法についてですが、実際に生配信している時でもいいですし、配信後のアップロードされた動画のチャット欄でも大丈夫です。実際にモデレーターにしたい人を見つけたら、縦3点マークをクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、モデレーターを追加をクリックすることでモデレーターに指定することができます。もしもモデレーターを解除したい場合は、同じやり方で解除することが可能です。次に設定の項目から追加する方法を解説しますが、 YouTube スタジオを開いた時に画面左下にある設定をクリックしてください。すると設定の画面が表示されるので、コミュニティの項目をクリックしてください。
するとこのような画面が表示されますが、モデレーターという項目にモデレーターにしたい人のチャンネルの URL を入力する必要があるので、モデレーターにしたい人のチャンネルホーム画面を表示させ、画面上にある URL をコピーしてください。そして先ほどのモデレーターの枠内に URL を貼り付けると、このようにチャンネル名が表示されるのでクリックしてください。これで設定は大丈夫なので、保存をクリックして編集を確定させましょう。もしもモデレーターを解除したい場合は、チャンネル名の横にある×ボタンをクリックすれば解除することが可能です。 PC でのやり方を解説しましたが、スマホから設定することも可能となっています。基本的に YouTube Studio から設定する方法は同じになりますが、 YouTube Studio を表示させるまでのやり方がちょっと面倒なので、そのやり方を解説します。まずは iPhone と Android での操作を同じにするために Chrome のアプリを使用します。まだ Chrome をダウンロードしていない人はダウンロードしてきてください。ダウンロードした Chrome のアプリを開くと、このような画面が表示されるので、検索または URL を入力をタップしてください。次に検索窓に YouTube PC 版と入力して検索してください。次にログイン YouTube Studio というのがあるのでタップしてください。すると状況によってはこのような画面が表示されますが、スタジオに移動をタップしてください。すると PC 版と同じ YouTube Studio の画面を開くことができます。あとは同じやり方でモデレーターを指名してください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで YouTube の各機能の使い方や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそ分かる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、 Giatix というサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。また自分はこのチャンネルとは別にしばチャンネルというゲーム実況チャンネルを運営していますので、説明欄からチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。